続いてコーナー行きます。はい、お願いします。街の賢者。はい、あなたがですね、街の賢者となって世直し、いろんな人にアドバイスを送ってもらいます。ラジオのケツ出し FL と俺からのアドバイスだ。大谷翔平、最近お前二刀流で満足してないか。野球選手なんて大怪我したり、いつも俺たちみたいなな、ワンカッパーになるかわからんというのにお前バッターとピッチャーだけで食っていけんのか。俺がな、お前なら登板がない日はな、先輩今日暇なんでキャッチャー変わりますとか、監督変わりますとか、自分から仕事探すぞ。だって仕事は与えられるもんじゃなくて探すもんだからな。ピッチャー、バッター、キャッチャー、監督、休みの日に審判、俺なら五刀流行くぞ。今だってお前見てみろ、お前ワンカップ、ワンカッパー、ブルワンカップ、ブルーシート、ダンボール、サキイカ、ギンナン、拾ったやんじゃん、マガジン、モーニング、八刀流。ラテン近所からお前野良人間と呼ばれてねえぞ。自己満足は最大の敵なり、これを座右の目にして俺の成長に追いついてこいよと。ね、そうだね、二刀流じゃね。確かに。何二刀流って多いんですよ、一般的では多いんですから、ね、野, 野球ではそうなんです。そうなのかな、はい、ラジオのブラザーフットオブスティール、チョコレートの CM に出演する西島秀俊がイベントでアンケートにて、3割の男性が奮発したチョコレートをもらったら本命だと勘違いすると回答したことを知らされて、こんなこと言ってやがったな。本当ですか？あまり勘違いしないんじゃないですかね。勘違いしない？は？するわ、バカ。お前全然わかってねえな。チョコレートもらったらやれるって知らないの？常識なんですけど。日本の女性は相手に思いを言葉で伝えるのが苦手だから、やらせてくださいという気持ちをチョコを、気持ち込めてチョコを送ってんだよ。女心わかってないね。もはや。勘違いとかの問題じゃないしな、今までどんだけチャンス逃してきたんだお前は。だからお前モテないんだな。大丈夫、三平。歩くコラーゲンこと加納美香さんが中国の通販サイトで販売され、一部で話題を呼んでいる童貞を殺すセーターについてブログでこんなことを書いていました。ツイッターやコメントを検索しておりますが、童貞を殺すセーターは加納姉妹が前から着ていると、もう一度見たいですという感じのものがたくさんありましたが、おそらく私たちの随分前からのブログやインスタグラムなどでご紹介しております、天使も気絶してしまう超絶セクシーなヒップの谷間ドレスのことなのでしょうか。知らねえよ、文章下手すぎるだろ。バカみたいにケツと乳ばっかり放り出しやがってな。言っとくけどな、カノシマイのファンなの、カノシマイファンの童貞なんてこの世に一人も存在しねえしな。お前らのブログ覗いてるの団塊世代のおっさんだけだからな。ジジイを殺すスパッツ履いて新橋でも歩いてろよ。そうなの、そんなんがあんの、童貞を殺すセーターっていうのが、ね、確かなんか三平の割には読みにくい、なんかメールで腹立つなと思ったら、そういうことか。あの姉妹の原文ママってやつね、起こしてる。ラジオネーム、大みじ快速。おい、民進党の連中、お前らすぐに審議拒否とか言って国会からブッチするな。あれバイトだったら一回やっただけで即クビだからな。お前らのやってることはもう生きがりたいバイト始めたての男子高生と一緒だから、そんなことして1000万の給料もらえて楽すぎるだろう。だいたいお前ら俺たちのハローワーカーの気持ち考えたあんのか。入り口には職業仕事ありますみたいな看板が出てんのに、中に入って俺の年齢と経歴な、つまり36歳中卒童貞ということを伝えたら、あなたにできる仕事ありませんって言われるんだぞ。仕事探すためにほぼ俺の人生全否定されてんだぞ。だから仕事時間いっぱいな、ちゃんと持ち場で頑張れよということで。確かにそうだね。ただ職業ありますって書いてあって、あ、ないでーすっていうね。36歳中卒童貞、童貞は伝えなくてもいいんじゃないかな。いけないですけどね。ラジオネーム、美和乱調にあり。おい、森進一の息子、お前インスタグラムで、あうさ、こんな声じゃないよ。違いますよ。違います。息子は違うと思います。朝疲れた状態でバスから降りれば、そこには日本人が携帯片手に、まるでポケモン見つけたみたいに、動画やら写真やらパシャパシャ撮られて、
みんなも毎日ちょっとしんどい思いしてます。ご飯もゆっくり食べれない、外の空気もろくに吸えない。ライブが始まれば最前列はいつも同じ景色とか言ってたらしいじゃねえか。お前親父のコンサート行ったことあんのか。お前の親父はないつも同じような変顔して豚のヘみたいな声で同じ歌ばっかり歌って、どこの会場行っても客席は最前列どころか最後尾までびっしり似たようなジジババが埋め尽くす同じ景色。毎日そうやって親父は仕事頑張ってお前そこまで大きくしてやったっていうのに、監獄ロックとかいうマササイトの必殺技みたいな名前のバンドでちょっと売れたからって調子こいて親父否定するようなくだらねえ自己アピールしてんじゃねえぞ。外国まで来てくれるファンがいるんだろ。死の子の言わずに愛だ恋だフェイフェイ歌ってろバカ息子。ひどい監獄ロック、こんなこと言いたい時もあるんだよ、言わせてやれよ、お前の親父はな説教やめてやれって。すぐあっちの賢者ですからね。でもね、ラジオネームプーサブロー、有吉さん、我らゲスナーの太陽ベッキーちゃんが JR 博多シティ広告に抜擢されたことから復活への第一歩かと話題になっていました。ベッキーちゃんよく知らないんだけど干されて大変だったんだって。辛かったな。でもベッキーちゃんには素敵な仲間たちがいること絶対忘れちゃダメだぞ。大人なウエンツ、まっすぐなシェリー、気遣いのハリー、真面目なジョイ、真心のユージ、情熱のホラン、少年のアントニー、天使のローラ、素敵な仲間たちに囲まれてベッキーちゃん幸せだな。俺未だにこれ思い出してお笑い地獄に突き落としてくれて本当にありがとう。あったよねベッキーのね。ハーフ会やってます。大人なウェンツ、まっすぐなシェリー、気遣いのハリー。全然手差し伸べてくれなかった。覚えてるなよこんなこと。いつまでも別に。ラジオネームひろき、おい PPAP の商標登録したやつ。ワンカッパー、ブルーシーター、ダンボーラーは俺が登録する。だからお前は登録するなよ。するなよ。絶対にするなよ。JFN と太田プロはちゃんと俺に使用料払えよ。これで俺の金持ちだ。バカな。あの人もすごいね。ねえ、すごい。めちゃめちゃだもんね。ねどうなんのかな。まあでも登録、まあ許可下りないんじゃないかっていうような話もあるけどね。そうですね。やばいね。ワンカッパ早く登録しとかないと。本当ですよ。ワンカッパなんて登録したってあの人1万2000円損するだけだから。おもしろいあげとこう。パン。ラジオに騙しやすけし。エスミさんの引退、俺は悲しい。エスミさんといえば TPO をしっかりわきまえていて、本当にかっこいい女性の代表だった。ドスケベ大開脚がさらされたカリナやゲスコラムニストに抱かれたベッキーみたいな上辺キャラだけで女性の好感度を得ていたクソバカどもと違ってエスミさん本当にかっこいい女性だった。親の七光だけで飯を食ってるバカにはバカ息子と大々的に説教したり、国に払うべき金を持ち逃げしてたのを潔く認めたり、男よりも男らしい素晴らしい女性だった。そんなエスミさんを失った芸能界、俺は憂えてるよ。今後エスミさんみたいに女優としても塗装屋としても一流でやってたような芯のある人間はもう出てこないだろうな。ああエスミさん、子供食わせていくのきつくなったらさ、一斗缶とハケ持って俺んちん来な。俺のガンプラの塗装ぐらい頼んでやるからな。うん、だけど落書きはしないでくれよ。言うなって。ほじくり返しのかな、お前ら。ラジオネームブラザーフットオブスティール、なんかのイベントで中リーサが2017年の目標を聞かれ、こんなことをなんか言ってやがったな。ヒップアップですかね。お尻大きくしたい。鳥年だし鶏肉いっぱい食べてお尻大きくしようかなっていう目標を立ててます。お尻があった方がバランス取れるんですよね。ヒールを履いた時もメリハリボディっていう感じで見ていて美しいなぁと。スキニーパンツを履いた時にもやっぱり美しいなと思います。おいたまらんな。お前確か爆乳だったよな。爆乳に加えて爆血か。
いやらしい女子よ市原隼人みてえな旦那に独り占めさせとくにはもったいない話だな。そんでヒールとスキニーパンツ、こら金玉が100個あっても追いつかねえな。あと顔を顔面で隠せば俺が長年追い求めた理想が現実になるぞ。よし、さっさとケツで隠してこい。夫市原隼人じゃなくて中尾明慶君ですよね。そうですよね。なんかに同じようなグループのところにいるけどですよね。はい、なるほど、いいね、確かに、うん、あ、なかなかいい。ボンテージ着せてもいいね。ああ、仲いいですか。うん、うん、深田恭子もうまいね。ヤッターマンと、ヤッターマンやってましたからね。踏まれたいね、みんなに。ガッと。みんなにじゃダメね、そんなこと言っちゃダメだ。一人だけで。そうです。はい。一旦ブレイクします。